女性の健康を脅かす乳がんと子宮頸がんについて、国は住民健診の無料券を配布することを決めました。なかなか上がらない受診率に頭を悩ませての策です。このほど成立した今年度補正予算に、乳がんと子宮頸がんの検診を無料で受けられるクーポン券を配布する事業が盛り込まれました。およそ216億円を投じて、一定年齢の女性全員が無料で検診を受けられるという画期的な政策です。官民が一体となって取り組むピンクリボン運動などでがんの認知は広まったのですが、検診普及につながっていないのが自治体や厚生労働省の悩みです。都民のがん検診率は乳がんが 19.1%、 子宮頸がんが 20.6% で、全国平均よりもやや低めとなっています。欧米では 70-80%、 お隣韓国でも 50% が受けているとされており、日本の低さが目立っています。乳がんも子宮がんも早期発見早期治療によって大きく死亡率を低下させることができます。マンモグラフィーは痛いっていうイメージが先に来てしまって、なかなかためらってしまう。頸がんの検査も恥ずかしいという気持ちが先に立ってしまって、なかなか受診しづらいんですが、簡単で時間もかからない検査ですし。そんな中、自治体レベルでも独自に受診率アップに知恵を絞るところが出ています。杉並区ではあるユニークな実験を行いました。検診を呼びかける案内文書を4種類作成し、どれが最も受診につながるかを調べたのです。4種類とは、1万円も補助が出るというお得感訴求型、早期発見が命を救うという安心感訴求型、命に関わるという恐怖感訴求型、そして文字中心の従来型です。これかな。なぜですか？ね、金額的なこともちゃんと書いてあるし、怖いって言われるとやっぱり怖いかな。ほとんどの方が治りまして、このインパクトがすごく、受けてみようかなと思います。結果はこう出ました。50歳代の女性にそれぞれ750通ずつ送ったところ、受診希望はがきが返信されてきたのは従来型171、お得型211、安心型213、恐怖型213。工夫はしてみたもののほとんど差が出ませんでした。この結果をどう見ればよいのでしょうか。病気の啓発などに詳しい広報活動の専門家に聞きました。この結果は生活者の行動パターンですとか、思考性が、多様化しているということを顕著に表しているものだというふうに考えています。さまざまな、メッセージを複合的に、発信していくということが、重要になってくるんじゃないかというふうに考えます。メッセージを、一方的に、伝えるのではなく、生活者の立場に立った、メッセージ作り、これをですね、継続的に、発信していくということが、重要になってくるんじゃないかというふうに考えます。乳がん検診も子宮がん検診も公費補助が出たということはとてもいいチャンスになりますので、これを機に思い切って受診してみましょう。受けて安心、病気の危機から救ってくれるお得な検診、これをきっかけに受けてみましょう。